皆さんこんにちは、奈良岡にこです。今回の動画は最近の購入品紹介です。購入したのはこちらです。重たい結構重たい。じゃん、バニゴっていうところのロボット掃除機です。もともと実家でね、ロボット掃除機もうすでに使っていて、もうね、ロボット掃除機の楽さは知っていて、で、新居用にやっぱり欲しいなということでゲットしました。で、選んだ理由としてはこれもう新商品なんですよ。で、もう最近本当出たばっかり、先月末、今月頭に発売されたばっかりで、でね、何が一番引き付けられたかってデザイン。デザインが可愛いんですよ。で、前に使ってたロボット掃除機をやっぱりね、ちょっと安いものをね、買ってたんですよね。十分使えてはいたんだけど、もうせっかく次買うなら、もうちょっといいやつ買っちゃえということで、この子をゲットしました。なので、早速開けていきますよ。もうね、この、わかる？パッケージでさ、こんな感じでちょっと模様があるじゃないですか。この柄なんですよ。オープン、ドン、ドーン、おー。やっぱりさ、開けるときが一番楽しいよね。はい、いい感じのね。いい感じの方針。かわいい！すっごいかわいい！めっちゃかわいいんだよ。わかるかな？あ、じゃーん。常にすぐペッとね、スイッチ入れてすぐパッとかけたいから、やっぱりデザインって大事だと思うんですよね。この可愛い本体、今持ち上げてみたら意外と軽いです。リモコンついてますね。回転ブラシ、これは充電部分かな。そしてこれモップみたいになってる。あとこれお掃除用のブラシかな。充電用のケーブル。付属品は以上となります。このロボット掃除機の、まあ、一番の特徴としては掃き掃除プラス拭き掃除機能を備えたスマートロボット掃除機です。掃除モードっていうのがいろいろあって、まあ、自動掃除っていうのはこういう感じでやってくれる。あと重点的に掃除してる部分だったりスポット的にやってくれたりとか、こういうモードが選べますね。とりあえず使ってみたいと思います。電源ボタン、ここのサイドにありますね。電源オン、はい、ご使用にようこそいらっしゃいませ。お、え、今ご使用人って言ったよね。ご使用人って呼ばれんの私これからかわいい。こんなにしっかり喋るのちょっと初めてかも。じゃあ、ま、充電コネクターへ戻り、あ、充電することを準備しています。これ今充電の押しちゃった。違う違う、やっぱやめる。充電が停止されました。うん、そう。あ、すごい。オートモードでオン。掃除が始まります。お、静かだ。音がすごい静か。わー、来たの。えらいえらいえらいわー、静かだわ。ちょっと足あるからね、避けて。避けれる、避けれる。おーおーおおお、これ、あ、盛り上がってたよ。大丈夫？大丈夫？大丈夫かな？あ、大丈夫。なんか前使ってたのはね、結構ね、カーペットとかちょっとした段差でも結構ね、引っかかっちゃったりする。その辺今髪の毛とかあるけど大丈夫？あ、しっかりしてくれてますよ。え、かわいいな、これ。なんかね、動きもすごく滑らかです。何よりやっぱ音がね、静かで、ちょっとね、この辺にね、風を感じますね。でも本当に微量の風。あとこのなんか当たりも可愛い。よしよしよしって感じ。いいね。なんかフローリング用にっていう風に思ってたけど、やっぱり私この家にラグを引いちゃってるんで、ラグの上もしっかりてくれてるんじゃない。てかこの辺もだいぶ綺麗になってるもんね。結構この辺さ、ほこりとかさ、わかる？髪の毛とかすごいさ、怒ってたんだけど、こっち側もうピカピカになってるね。今これ掃きモードでやってるけど、拭き掃除もね、あのモップをつければできるんで。お、ぶつかっちゃうよ。危ない危ない。大丈夫？戻ってこれるかしら。戻ってこれる？戻ってこれたもう愛おしいもん。ペットみたい。おいで。おいでおいでおいで。おいで。あ、
すごい、このちょっとした段差とかも全然登れますね。あー、いいわ。今このとりあえず普通のね、自動モードでやってますけど、なんかスポットモードだったりとか、その時々に応じていろんなモードできますね。ということで、このロボット掃除機、私的には結構当たりだったんじゃないかなと思います。まあやっぱり新商品のものって他のレビューとかがないから若干不安要素はあったんだけど、ロボット掃除機に関しては私は結構デザインが大事かなと思うので、もうドンピシャで可愛いなって思ったので、これはお気に入りになりそうな予感です。お部屋がねフローリングの方だったりとか、あとペット飼ってる方は本当にロボット掃除機すごく便利なので、ぜひチェックしてみてはどうでしょうか。はい、ということで最後まで動画見ていただいてありがとうございます。よかったらチャンネル登録や Twitter のフォロー、 Instagram のフォローなんかもしてみてください。奈良岡ニコでした。バイバーイ。